お疲れ様です。今回ですね、ちょっといつも XRP の話題ばっかり出しているんですけども、イーサリアムのことについてちょっとお話ししてみましょうか。イーサリアムは今、また価格を戻してきてですね、24万円前後をマークする日が多くなってきたんですが、イーサリアムは40万円とか50万円を中間地点にして、100万円の方まで目指していけるんじゃないかなというふうに考えてるんですよね。えー、それでですね、現在の価格をもう一回おさらいしてみますと、こんな感じになります。24万2824円。 これはあ2023年4月1日の8時15分の時点でのお価格なんですけどもやっぱりアメリカのあれですか、ね、シリコンバレーバンクをはじめとするう信用不安ですかね法定通貨のあそこから流れてきてるのかなという気もしますけどもはっきりとはわかりませんただあの価格はずっと動いてますので動いてる価格をこう見てみますとね この半年間で別に24万水準っていうのは過去にも行っていたってことがわかります。そして堅調に推移してきたこの価格っていうのがかなりの信頼をね、戻してきてるもんだというふうなことはまあ、ビットコインをはじめ他のアルトコインでも測れるとこだなと思いますね。はい、次なんですけども、今度はね、1年間のグラフですよね。ここ1年の価格を見てみますと、なんとね、もう40万円っていうのはすでに1年前に行ってるわけですよね。そこから一旦大きく下落した時に、また価格を戻してきて、 さらに戻しつつあるというところですね。まあですんで本来この25万円前後ってのは別におかしな値ではなくてこのぐらいで測られるべきということだったんですよ。そして40万円っていう特別な需要があった時にはここら辺まで登ってくるというね。まあそういった余地はまだまだありますよってことです。 それではですね、特別な需要っていうのはどんなものがあるのかってことを測っていきたいんですが、そもそもイーサリアムっていうのは0円の価格から始まってね、最高値はどこでつけているのか、50円を突破したこともあるわけですよ。まあですんで、このあたりの価格帯っていうのも決しておかしな話ではなくって、特別な需要がね、喚起されましたら、このイーサリアムっていうのはこれからまだまだ登っていくんではないかなと思いまして、2023年、特別な需要がやってくるわけですよ。それがこれです。EFT、NFT ですね。あのこれ、 暗号通貨の ICO とは全然訳が違ってですね。ICO ってのは訳のわかんないものに価値が上がるというふうなあの曖昧な表現でね。え、まあいろんな部分でインフルエンサーが流行らせたものであると思いますけども、NFT ってのは実際にリアルなものがあって、そこに裏付ける証明書ですからね。 証明書なんですので,すんで NFT が単体で存在しているわけではないとリアルなものの裏付けとして NFT というバーチャルなものがブロックチェーンに紐づ付いているというのがその仕組みであって NFT は多くイーサリアムに、えー、起源を持っておりますということでイーサリアムの需要が広がっているのはおそらく NFT がこれからどんどん活用されるからではないかなと思うんですよそれではどんなものに NFT が活用されているのかちょっと例を見てみましょうか これがね AI アートと言われているもので、まあ、私が作成した AI アートのうちの一つなんですけども高層ビルの真ん中に女性が後ろ姿でね遠くのちょっとこう曇ってる空を見ているような感じかもしれませんけどもこれは AI アートによって私が書かせた特に指示を出したわけではなくてクリックをポンと一つ押すとこういうものが表現されたってことなんですよその一つなんですよねで少し指示を細かく出すとこういうのも描けていきます はい、えっ、ー、と、指示を出すと、3人の、まあ、女の子がいて、まあ、セーラー服を,制服を着ていて、朝日の中あ、そして高原でね、こう元気に、えー、何かをしているっていう状態をこう指示したわけなんですけども、これもね、キーワードをね、4つか5つ入れたら、このように自動生成してくれるわけなんですよ。で、こういった画像に、 裏付けとして NFT を埋め込んでこれは誰々が作ったものですとそして販売価格はいくらで転売された時にそのコミッションの一部が作成者本人に入りますみたいな感じであの財の行き来とかねそれからあーどういう風にこの作品が変遷を経ていたのかっていうね、まあ、ブロックチェーンで特有の歴史を刻んでくれるわけなんですよでまあいろんな需要がある時に今回のテーマに戻りますけどもこのねちょうどちっちゃい 書き方になっちゃってすいませんけどちょっと大きくしましょうかはい <laughs> こんな感じで大きすぎましたかねはいえっ、ー、と再度ねイーサリアムは当面40万に向かうんじゃないかなというふうにまあこれは考えてるところですで根拠みたいなものははっきり言って何もありません、えー、どういうふうにこの計算が成り立つのかってことは本当分かりません分かりませんけどもあの暗号通貨の世界でね利益を出し続けてきた私の、まあ、この10年間のカントでも言いましょうかね うん、10年間まだビットコインっていうのがウォレットも何もなくって概念があった時になんとなく情報を得てこれからインターネット革命の次情報革命の次は通貨革命が来るんではないかなっていうふうに思いやり考えていた時えそしてですね ICO が色々と飛び交う中で私はカルダノエーザーだけ、えー、プレセールに参加してあとはねあの上場後の ビットコインにしてもイーサリアムにしても XRP 上場後の通貨に対して資金を投じて、まあ、それでね急騰した時に利格したってことをやってきただけなんで特別な知識があったわけではなくて特別なあ、ね、あの暗号通貨に対する造形があったわけではなくて、まあ、全てねこの現象を捉えてこうじゃないかなと思ってね非常に曖昧ないわゆる勘みたいなものでずっとやってきたわけなんですよでもこの感,感じる感っていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います実際にに根拠を追えば追うほど利益って出にくい 方向にね、暗号通貨ってのは進むような気がしますしね。だったら無理のない金額、自分が応援したい通貨にちょっと入れておく。そしてその根拠みたいなものを後付けすることができればいいのかなと思ってます。イーサリアムにつきましては、NFT がその裏付けになるかなと思ってるんですけども、実際どうなのかわかりませんのでね、皆さん自己責任で購入してくださいね。それでは以上でございます。